はい、ガジャマルです。早速届きました。今1円の投げ売りが規制されていて、家電量販店でも iPhone の一括や2年レンタルの1円がなくなってきています。そんな時に楽天モバイルは自社オリジナルスマホの楽天ハンド 5G を1円で投げ売りというかばらまきが始まりました。契約してから翌日発送でスピーディーさはさすがです。それにメルカリでは早速楽天ハンド 5G が出品されています。値段は6500円前後といった感じでしょうか。楽天ハンド 5G が1円で購入できるのに6000円7000円出して誰が買うのか本当に謎です。料金プランも月々最安で980円なので、1ヶ月使うだけだと1000円ほどで端末をゲットできます。知っておいてほしいのは、楽天ハンド 5G は物理 SIM が入らなくて eSIM のみ対応となっています。このことを知らなくて間違って物理 SIM を選んでしまって使えないという感じです。購入される方は eSIM を選んでください。購入時に SIM が違いますみたいなポップも出てきたみたいなので、契約時はしっかり読んで確認してください。他にも契約時の注意点があります。楽天ハンド 5G をカートに入れると自動的にスマホ交換保証プラスが選択済みになっているんです。月額715円するので、心配な方はもう1個1円で購入しとくというのも手だと思います。選択済みをクリックすると選択を解除するというのが出てきます。右上のペケ印を押してもウィンドウが消えるだけなので注意してください。それからプラン契約の時にも注意点があります。デフォルトで15分通話かけ放題にチェックが入っています。初めて申し込みの方は3ヶ月無料ですが、初めてでなければ月額1100円かかってくるので注意してください。1円スマホは使い方無限大です。音楽 YouTube 再生用に使ったり、料理のタイマーにしたり、目覚まし時計にしたり、あったらあったでいろいろと使えます。はい、ということで今回は楽天モバイルの楽天ハンド 5G の投げ売りの注意点でした。いかがだったでしょうか。物理 SIM じゃないところが痛いですが、1円なので気になった方は購入してみてはどうでしょうか。それから1回線1台となっています。ということは10回線まで契約できるので複数台買えるということです。まさに投げ売りです。楽天モバイル大丈夫なのかと心配になってしまいます。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。